はい、皆さんこんにちは。レク不動産鑑定士講座で、鑑定理論という科目の講師をしております不動産鑑定士の川原と言います。では今回はこのテーマですね、春から始めて不動産鑑定士を目指すというテーマについて、パンフレットを使いながらね、いろいろと説明をさせていただきます。で、不動産鑑定士ですね、三大国家資格の一つと言われています。弁護士、公認会計士で不動産鑑定士ですね。ただ他の資格と比べるとちょっと、ね、一般の人には馴染みが、ね、薄い資格だと思いますので、まずは鑑定士の、ね、仕事の中身、業務内容について説明をさせていただきます。はい、鑑定士の仕事業務は大きく鑑定評価業務というものとコンサルティング業務という形で分かれていきます。でまず鑑定評価業務というものは、ね、どういった業務内容かと言いますと、公平中立な立場から理論に裏付けられた不動産の価格を求める業務が鑑定評価業務ということになってきます。まあ、不動産に関する、ね、不動産の経済価値を判定していくらいくらという金額を出していく、ね、そういった業務が鑑定評価業務ということになってきます。でこちらの鑑定評価業務は国から認められた独占業務ということになってきます。鑑定士にだけ許されている業務が鑑定評価業務です。で鑑定評価業務ですね、大きく公的な評価と民間評価に分かれていきます。公的な評価というのが依頼主が国とか都道府県とか公的な機関の場合、民間評価というのは依頼主が個人さんとか企業さんの、ね、そういった場合です。で公的評価の代表例が地下工事と言われるものです。ニュースとかで今年一番高い土地は銀座のどこどこですとか、まあ日本で一番値上がりしているのは、熊本県の半導体工場ができているここですとか、ファイターズの新しい球場ができたところですとか、ね、そういったニュースとかって聞いたり見たりしたことないですかね。国土交通省が全国の代表的な、まあ、2万6000地点の土地について全国の鑑定士に評価をさせて、でそれを取りまとめて毎年1月1日時点の価格を3月に一般の人に、ね、公表向上する制度が地下工事ですね、代表的な公的な、ね、評価の一つということになってきます。で民間の評価に関して言いますと、不動産を売買するとき、担保にするとき、相続する際に適正な価格が知りたい場合に鑑定士に、ね、評価を依頼する、そういった場合とか、あとは不動産を賃貸借するときですね、鑑定士は賃料の評価も、ね、行います。例えば次の更新時にオーナーさんに賃料の減額の交渉をしたいですね、そういった減額交渉の際に有力な資料となってくるのが鑑定士の賃料の評価ということになってきます。で公的な場面でも民間の場面でも、この公平中立な立場からの理論で裏付けられた不動産の価格というのが求められる場面が実は多々ありまして、そんな場面で鑑定士のこの鑑定評価が大いに役立ってくるということになってきます。で続いてコンサルティング業務ですね、不動産に関する困りごとを知識資格を生かして解決していく業務です。いくつか、ね、例があるんですけど、例えば語学力を生かしまして、このインバウンド需要拡大に伴うコンサルティングですね、海外の投資家にアドバイスをしていく、そういったことで活躍している鑑定士もいますし、あとは CRE 戦略、コーポレートリアルエステートの略なんですけど、まあ、企業が所有している不動産の有効活用の提案アドバイスをしていくですね、そういったコンサルティングで活躍している、ね、鑑定士なんかもいます。あとは街づくりとかにか、ね、関わっている鑑定士なんかも、ね、いたりします。で鑑定士どういった属性のもと仕事をしていくかといいますと、通常試験に受かりますと、まずは、まあ、鑑定会社、鑑定事務所に就職転職をして、まあ、サラリーマン鑑定士として鑑定士の仕事をね、キャリアをスタートしていくというのが通常ということになってきます。で数年経って実力をつけると、転職エージェントとのね登録をして、この一般の企業に転職をする鑑定士なんかもねいます。企業内で活躍する鑑定士ね、知られてないんですけどね、多くいます。インハウスと呼ばれる、ね、企業内鑑定士です。例えば不動産会社ですね、今大手の不動産会社はこの CRE に、この CRE に特化した部門をね立ち上げて、ものすごく営業をかけていたりするんですね。そういった部門で企業内鑑定士として活躍するね鑑定士もねいますし、あとは
金融機関、特に信託銀行ですかね。信託銀行さんは内定を出した学生に入社前からお金を負担して鑑定士の勉強をさせて、入社と同時に試験を受けさせて鑑定士の資格を取らせる、ね、そういったことを行ったりしています。なんで信託銀行の中には多くの鑑定士で活躍しています。あとは観光庁役所ですね。レクは財務省から委託を受けまして、仕事として鑑定士の、ね、資格を取らせるという業務を、ね、受け負ったりしていました。財務省さんは例えば国有地を売るときには適正な金額で売らなきゃならないので、鑑定士に評価を依頼する立場なんですね。では依頼する立場の財務省さん内で、なんで鑑定士が必要なのか、依頼をして入手をした鑑定評価書が適正かどうかはやっぱ内部でチェックしたいらしいんですよね。なのでやっぱりね、財務省さん内で鑑定士必要されてまして、で観光庁の中でも多くの鑑定士ですね、例えば国税庁との中にも、ね、鑑定士がいらっしゃいます。多く活躍しています。さらに数年経って実力がつくと独立開業ですね。そういった選択肢もね、全然あります。不動産系の中でも、土地価格調査士さんとか司法書士さんと同時に鑑定士も独立開業型の資格と言われています。ただそれら資格の中でも鑑定士は独立開業しやすい資格と言われています。なぜかと言いますと、先ほど説明した通り公的な評価があるからなんですね。これ年収の下支えになりますので、この公的な評価があるというのが鑑定士でね、独立開業しやすい資格と言われています。このように鑑定士は資格の使い勝手が、選択肢がですね、いろいろあるということです。いや、自分ライフバランスを考えてサラリーマン鑑定士としてキャリアアップを図っていきたい、全然ありです。いや、自分はちょっと視点を変えて一般の企業内で鑑定士の知識資格を生かして活躍したい、全然ありです。いや、せっかく資格を取ったんだから一国一城の主として独立してですね、大いにですね、報酬給料を上げてきた、報酬を上げていきたい、全然ありです。いろいろライフステージに合わせて鑑定士の資格をどう使っていくのか、これ、ね、資格の使い方、選択肢が複数あるのが、まあ、鑑定士の一つね、特徴、魅力とね、言える部分ということになってきます。では、こういった鑑定士になるためには、どういった試験制度を突破する必要かね、試験の中身について続いて説明していきます。ちょっとページ進めていきますと、はい、鑑定試験の特徴としましては、担当式論文式の2段階選抜方式になっているというのが一番の、ね、まず大きな特徴です。まずは担当式試験で合格して論文式試験で最終合格ですね、まあ、公認会計試験なんかと同じような2段階選抜方式の、ね、試験制度になっています。でまずは担当式試験、これ受験資格はありません。これ誰でも、ね、受けることができます。で科目なんですけど、担当式試験は行政法規という科目と鑑定理論という科目の2科目でね、試験が実施されます。まず行政法規、不動産勝手気ままに使えるものではありません。さまざまな、ね、規制法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名聞いたことはないでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのがこの行政法規という科目です。もしも宅建士試験とか勉強されたことがある方は、かなりの範囲が重なってくる部分が科目がこの行政法規という科目になってきます。一方鑑定理論、名前の通り鑑定評価をする上での理論考え方を学んでいく鑑定士としての専門科目がこの鑑定理論という科目になってきます。いずれも択一式マークシート方式で試験が実施されます。いつ試験が実施されるかというと、例年5月の中旬の日曜日が試験日程ということになってきます。でどれぐらいの点数を取れば合格できるのかと言いますと、願書ですとおおむね7割が基準と示されています。ただ鑑定試験は相対評価の試験です。つまり問題のレベルが優しければ合格ライン上がっていきますし、難しければ下がっていくということです。まあだいたい7割前後で合格できるのが担当式試験ということになってきます。ではどれぐらいの率で合格することができるのかと言いますと、2023年度は合格率 33.6% ですね。まあ、3人に1人が合格できるような試験が担当式試験ということになってきます。で突破しますと、続いては論文式試験です。
で、科目なんですけど、この行政法規という科目は担当式試験だけの科目ですので、論文式試験では出題されません。一方、鑑定理論はこれ専門科目ですので、論文式試験においても鑑定理論は出題されます。加えて民法経済学会計学計4科目で試験が実施されるのが論文式試験、これ文系から理系までですね、バリエーションある4科目から試験が実施されるのが担当式試験ということになってきます。どの学部が有利ですかってたまに聞かれるんですけど、なのでこう一概には言えないですかね。法学部ですと民法、小学部ですと会計学で、理系の方がね有利な経済学があったりしますので、いろんな学部の方が受けるというのが鑑定試験ということになってきます。で、いつ試験が実施されるかと言いますと、例年8月上旬の同日月の連続する3日間が試験日程、最終日月曜日ですので、仕事されている方はね事前にお休み取っていただく必要があります。真夏真っ只中3日間論文なので文章を書き続けなければなりませんので、体力勝負的な面もあるのがこのね論文式試験ということになってきます。で、論文式試験、例えば理系の経済学がありますよね。いや、自分ちょっとね文系なので、ちょっと経済学が入っている鑑定試験は厳しそうだなって思われる方もいると思うんですね。確かに経済学、微分は必要となってきます。ただそれ以外の高度な数学は不要です。で、微分についてはしっかりと講義の中でゼロベースでねちゃんと説明していく講義を行っていきます。同じように会計学がありますよね。いや、自分って簿記とか一切触れたことがないので、やっぱ会計学含まれている鑑定試験厳しそうだなって思われる方もいると思うんですよね。確かに簿記3級ぐらいがあったりするとベターなんですけど、ただそれと簿記の知識が全くなくても、やはり講義の中で簿記についてはしっかりと説明していきます。つまりどの科目も全くの初学者の方でもしっかりと理解できるような、そういった講義を行っていきますので、ぜひですね文系や理系の方ですね、幅広くチャレンジしてもらいたいのが鑑定試験ということになってきます。で、この鑑定試験、特に論文式試験の難しさというのは、内容の難しさということではないんですよね。民法というのは内容レベルで言いますと司法試験の入門レベルです。会計学、内容レベルで言いますと国家公務員試験の入門レベルです。会計学は公認会計試験の入門レベル、いずれもね内容は入門レベルです。ただポイントはこれ4科目同時にかつ論文なんで文章を書いて回答しなければならない、そういった難しさはあります。あと働きながらだったり学生生活を送りながらこれ鑑定試験の勉強して合格しなきゃならないわけですよね。なので仕事だったり学業とのバランスも取りつつ、かつ4科目あるので4科目のバランスも取りつつ学習を進めていく必要がありますので、こうスケジュール管理能力、そういったものが試されているのが鑑定試験ということになってきます。論文式試験も相対評価の試験です。なので、基本的には得意科目というのは不要で、これ苦手科目が1科目になると合格がねちょっと厳しくなってきます。なので学業だったり仕事とのバランスも取りつつ、かつ4科目についてもバランスよく学習をして、どの科目も平均的な、普通の答案を書けるようになれば十分に、ね、合格することができます。難しい問題はみんな書けませんので合否に影響しません。なのでしっかりと基礎を固めて苦手をなくして底上げして、どの科目も他のね受験生と差がつかないような、もう至って普通の、ね、答案の科目、普通の答案を全科目揃えられれば合格することができますね。そういった試験が鑑定試験、論文式試験ということになってきます。ではどれぐらいの率で合格することができるのかといいますと、論文式試験2023年度は合格率 16.5% ですね。約6人に1人が合格できる試験、6人というのは担当式試験合格した人6人のうちの1人ですので、論文に行きますとやはりですねちょっと合格率がね厳しい試験になってきます。で、鑑定試験の特徴としましては、さらにポイントが2つほどありまして、まずはポイント1、担当式試験合格者は翌年翌々年の2年間これ担当が免除になる制度になっています。担当免除制度、言い方が三審制度、そういった制度になっています。ちょっと例のところを見てください。例えば2025年度はしっかりと勉強して担当は受かりました。ただ論文の勉強はしていなかったので論文は不合格になりました。で、2026年度はこれ担当免除で論文から受けることができる、
仮に論文不合格であったとしても、さらに2027年度も担当免除で論文ね、受けることができる。これ受け控えとかはできませんので、受かった年も含めて3年間論文を受けるチャンスが与えられるのがこれね、担当免除制度です。特に働きながら鑑定士勉強される方が多いので、この担当免除制度をうまく使っていただくというのが一つポイントになってきます。もう一つポイント2、実務経験がなくても基礎知識で短期合格が可能になっているなということです。学生との若年層の方や不動産分野での職務経験ない方にも積極的にチャレンジしてもらうために、短期合格が可能となるように2016年度より試験の見直しが実施されています。鑑定業界でずっと人手不足なんですよね。かつ高齢化しています。なんで国土交通省鑑定士業危機感を持ってまして、なんで試験制度ですね、こう見直しました。若い方だったり他業種の方もね、積極的にチャレンジしてもらう。それまではベテラン重視の知識量重視の問題だったり採点だったんですけど、ね、変更して、まあ、単純に受かりやすくなっています。基礎知識を重視して、初学者でも短期で合格することができるような問題だったり形式だったり、これ採点に変更しています。本当にね、最近短期合格しやすくなっています。担当論文ね、一気で受かるような合格者もね、本当に増えています。では鑑定試験合格するためには、じゃあどれぐらいのね、勉強を行う必要があるのか、ちょっと目安を説明していきますと、またちょっとページ進めていきまして、はい、でまず担当式試験合格するためには、担当式試験合格するためには講義の時間も含めて大体500時間ぐらい勉強時間確保していただく必要があると言われています。一方論文式試験、科目が4科目に増えて、しかも論文文章を書くんでもしなければならないので、最低でも2000時間ぐらいの勉強時間取っていただく必要があると言われています。なので担当論文ね、合格するためには合計で、まあ、2500時間ぐらいの勉強時間確保していただく必要があるなということになってきます。では踏まえて、鑑定士を目指すためにレックとしてどういったコースをね、提供しているのか、ちょっと説明させていただきます。まずは担当免除制度があるので、この担当免除制度をうまく使って段階踏んで2年計画で不動産鑑定士を目指すですね、そういった戦略もありです。1年目は担当合格で、2年目論文ということですね。なのでまずは担当だけのね、合格を目指すコースですね、そういったコースがあります。それがパンフレットを進めますと、こちらですね、2025担当合格コースですね、これ2025年度担当だけの、ね、合格を目指すですね、2年計画で1年目2025年度は担当だけの合格を目指す、そういった、ね、コースになっています。この担当合格コースの中にはテキストから過去問から全て含まれてますので、この講座ね、取っていただいて淡々とね、消化していただければ十分に一発で担当合格できる力も身についていきます。見事ね、担当に受かっていただきますと、2026年度は論文だけの講座がね、ちゃんとありますので、そちらを取っていただいて2026年度2年目ね、論文合格を目指す、そういった段階を踏んだね、コースです。なんですけど、今回のテーマはこの春から初めて不動産鑑定士を目指すというテーマですよね。で、担当式試験合格するためには講義の時間も含めて500時間ぐらい勉強時間が必要だと説明しましたよね。で、担当式試験って5月ですので、春から始めると1年間勉強時間があるということですね。つまりこの500時間を365日で割りますと、1日あたりの勉強時間ってどれぐらいになりますかね。大体 1.3 時間ぐらいですよね。つまり週末多めにやっていただければ、平日は全く勉強しなくても500時間消化することができる。つまり春からですと担当だけに絞ってしまうのはちょっと余裕がありすぎてもったいないということです。なので春から初めて目指すならば、ぜひ論文を見据えたコースをやっぱりですね、選んでほしいということになってきます。で、そういったコースがありまして、それがこちらですね、2025担当論文基礎コースですね。
そういったコースになります。2025年度の担当合格に軸を置きながら論文合格の、ね、基礎を身につけていくね、そういった基礎付きのコースになっています。でこのブルーの部分が担当なんですけど、この担当をメインとしつつ、ピンクのところ論文です。論文については、この論文については知識をインプットしていくね、知識をインプットしていく、この論文完成期の部分だけが付け刺されているコースが担当論文基礎コースということです。担当メインにつつ、論文については知識をインプットしていく、この論文基礎期の部分がついているコースが担当論文基礎コースということになっていきます。こちらのコースの特徴は、学習の進度に応じて論文をねチャレンジする年度をね自ら判断することができるということです。このコースですと、さらに論文については数多くの問題を解いていく、アウトプットをしていく、こう論文完成期の部分を自分のタイミングで付け足していく必要があるんですけど、そのタイミングを自分のこう、ね、学習進度に応じてタイミングを選ぶことができるですね、そういったコースです。でこの担当論文基礎コースは基本的には2年計画ですね。2025年度は担当で、2026年度は論文ですよね。ただ論文というのはすごい難しいので、できる限り早い段階から論文の勉強をすべきなんですね。なので比較的余裕のある1年目から前倒しで論文の勉強を行っていこうというのが、この担当論文基礎コースの特徴ということになってきます。ただ今一度、今回のねガイダンスのタイトルは春から始めて不動産鑑定士を目指す。これ春からならば、ね、1年計画で最短で担当論文一発合格ですね、不動産鑑定士目指すことも春からならば可能なんだということになっていきます。で当然そういったコースがありまして、それがこちらですね、2025担当論文フルコースですね、フルパッケージのコースということになっていきます。2025年度に一気に最終合格、担当論文ね一気に合格を目指す、そういったフルパッケージのコースということになってきます。で担当のコースとともに、論文についてはね、論文については知識をインプットしていく、論文基礎期の部分のみならず数多くの問題を解いていく、まあ、アウトプットをしていく論文完成期についても含まれているフルパッケージのコースが担当論文フルコースということになってきます。で、このフルコースのメリットなんですが、まずフルコースのメリットとしましては、モチベーションの維持がしやすいということが挙げられます。ゆっくりと段階を踏んで担当免除を使って1年目担当2年目の分全然ありなんですけど、やっぱ2年計画ですと期間が長くなるので、やっぱりどうしてもちょっとスランプとかモチベーションの波が出てきてしまうとか、そういったことがどうしても起こりがちなんですよね。一方1年コースというのは、ね、1年間期間が短いので、これモチベーションの維持がしやすいですね、集中して学習することができるですね、そういったメリットがまずあります。続いて担当論文共通科目である鑑定論について効率的に学習することができます。鑑定理論は担当式論文式いずれでも出題される、これ共通の科目なんですね、いずれも出されます。でこれ学ぶべき知識は担当論文で鑑定理論は共通なんですね。基本テキストもこれ一冊です。担当論文共通の基本テキストです。つまりこれアウトプットが違うだけです。マークシートにマークするのか論文記述をしていくのか、アウトプットが違うだけで学ぶべき知識は担当論文で鑑定論は共通です。なのでこれ同時に学習をした方が鑑定論については効率的に学習することができて、これ学習時間圧縮することができるんですね。圧縮できます。先ほど担当論文合計しますと、2500時間ぐらい勉強時間必要だと言いました。ただこれね、同時に勉強していただきますと鑑定理論の学習ね圧縮することができるので、2000時間、人によっては1500時間ぐらいでこれねフルコースで受かっている方もいらっしゃいます。これ同時に勉強することで学習時間ね圧縮することができます。
さらに、鑑定理論については、論文対策をしっかりと行うほど、これ、担当の合格の可能性が高まってきます。内容同じです。共通ですので、論文の勉強をすればするほど、担当合格の可能性が高まってくるね。そういったメリットなんかもね、挙げられるんだということになってきます。では、このフルコースですね。どういった方におすすめなのかってことです。まずは、これ、働きながらであったとしても、やはり春から学習をね、始められるならば、十分にこのフルコースで担当論文ね、一発合格目指すことができます。で、春から早く始める方向けに割引制度があります。25% 割引になる、こうね、3月31日まで、2024年度の3月31日まで申し込んでいただくと、これ、早期割引ですね。ぜひ早く始めて一発で受かっていただきたいという形で早期割引なんかもね設定されています。あとフルコースおすすめの方はやはり比較的ね学習時間勉強時間確保しやすい学生の方とかですね。学生の方で学生の方についてもこのフルコースについては 25% 割引なね学割がフルコースに設定されています。あと、担当ロボフルコースをおすすめなのは、公認会計試験とか、司法試験なんかね、合格された方ですね。司法試験だったり、公認会計士合格された方については、論文の科目について、こう、科目免除がなされる制度になっています。なので、フルコースでね、短期で受かることね、十分に可能となってきます。で、その、科目免除が受けられる方についても、しっかりと割引が設定されてまして、29ページぐらいでしたかね。まず、司法試験に合格された方は民法がね、免除になります。で、公認会計試験に合格された方は会計学と、あとね、合格した科目が免除になります。で、その科目の免除数ですね、免除科目数に応じて、こうね、しっかりと割引になるようなね、程度になっています、まあ、フルコースだけなんですけど 1,2,3 科目免除に応じて割引になるような制度になっています。数年前なんですけど弁護士の方でかつ公認会計士の方が、鑑定士ねチャレンジされている方いました。三大国家資格コンプリートってことですよね。その方3科目免除だったんですよね。民法経済会計学ですね。3科目免除つまり論文式試験はもう鑑定理論だけを学習すればよかった方なんですよね。やっぱり見事一発で受かりました。なのでぜひね、科目免除を受けられる方はね、十分にこのフルコースでね、短期で合格することが可能となっています、ね。チャレンジしてみてください。で、このコースの受講の仕方なんですけど、受講形態ですね。学校に通学をする通学形態と、あとは自宅で勉強する通信形態ですね。この通学と通信ですね。二つに分かれていきます。で、通学なんですが、スケジュールがパンフレット載ってまして、じゃ34ページですね。はい、34、5ページでね、通学のスケジュールが。左ページ、ブルーのページがこう担当コースのスケジュールで、右ページ、まあ、ピンクのところが論文コースのスケジュールになっています。で、通学していただく学校なんですけど、東京の千代田区にあります、水道橋本校が、これ、通学する学校となっています。で、担当のコースですと、春からですと、この2024年5月の26日からスタートするのが、担当コースのね、スケジュールになっています。担当コースは、毎週日曜日ですね。午前10時から1コマ。で、昼休みを挟んで、午後の1時半から4時までが2コマですね。毎週日曜日2コマずつで講義が進んでいくのが担当コースのスケジュールということになってきます。一方、論文コースの方は、スタートは2024年の6月の29日の土曜日からですね。論文のコースの方は毎週土曜日です。やはり2コマずつですね。午前午後で。毎週土曜日2コマずつのスケジュールで進んでいくのが論文コースの通学のスケジュールということになってきます。じゃあ一方通信の方はと言いますと、40ページに説明がありまして、
はい、通信の受講形態としましては、この DVD で受講するのかウェブで受講するのかね、いずれかということになっていきます。講義の映像のデータを手元に残したい方は、まあ、DVD ということなんですけど、ちょっとね、少し受講料が高くなりますので、これ、ウェブと DVD で講義内容同じですので、特に手元に映像データを残す必要ないという方はですね、ウェブの講義がおすすめです。これ、ネット環境さえあれば、いつでもどこでも受講することができます。スマホなんかでも受講することができますし、音声データについてね、ダウンロードすることも可能です。じゃあ通信ですね、いつから受講することができるかと言いますと、配信スケジュールですね。例えば担当のコースですと、通信の配信スケジュールはと言いますと、まずは担当コースですと、この知識をね、インプットした合格基礎講座の鑑定理論という科目から受講していただく形なんですけど、こちらについては2024年の2月の1日からもう講義がね、見れる形になっています。通学クラスが5月の下旬ぐらいでしたよね。これ通学クラスと4ヶ月前、かなり早い段階から受講することができるのが通信のスケジュールということになってきます。これ、ね、一気にね、20回分の講義がね、もう直ちに2月の1日から視聴できる形になっています。で、このレックの通信講座の特徴なんですけど、いくつかありまして、もう一度38ページで説明していきますね。で、まず、収録の仕方なんですけど、生クラスを収録して、生クラスの後に、つどつど通信のスケジュール配信されるって、そういったスタイルの収録ね、スタイルもあったりするんですけど、生クラスを収録して、で、その生クラスの後の段階でですね、つどつど、こうね、通信が視聴できるようになるんですね。そういった配信スケジュールのところもあったりするんですけど、レックの通信講座は、通信クラス生のために専用のスタジオで事前に収録された通信講座になっています。生クラスを収録して生クラスの後につどつど配信するようなそういったね通信講座でなくて、通信クラス生のためだけに専門のスタジオで事前に収録されたものがね配信される、そういった通信講座になっています。で、メリットとしましては、まず、レックの通信講座は、1コマが4ユニット制の内訳になっています。1ユニットだいたい35分前後。で、かける4ユニットで1コマ 2.5 時間ですね。そういった通信講座です。1コマ 2.5 時間なんですけど、それがね、4ユニットで構成されてね、そういった通信講座になっています。で、通学クラスの場合は、例えば担当コース毎週日曜日2コマずつなんですけど、2コマなんで講義の時間が 2.5 時間かける2コマで5時間で、昼休みが1時間で、通学の時間なんかも含みますと、これ毎週丸々8時間時間を確保しないと、これ講座を受けることができないということですね。なかなかちょっとハードル高いですよね。一方、通信講座というのは1日の中で35分の隙間があれば講座の受講をですね、入れ込むことができる。特に働きながらの方はいかにこう隙間時間をね、有効活用するかがポイントです。つまりレクの通信講座は35分かける、ね、4ユニット、それから、ね、4ユニット制、ユニット制になっているので、自分の生活に講座の受講を入れ込みやすいですね。35分の隙間さえあれば受講を、ね、することができるので、講座の受講を、ね、入れ込みやすいですね。そういったスタイルの通信講座がレックのこう4ユニット制、4ユニット制ね、こう4ユニット制の通信講座ということになってきます。続いて、レックの通信講座は、画面上に教材を映しながら、これ、講義をしている収録スタイルになっています。生クラスを収録するスタイルですと、基本的にはずっとね、講師がこうやって映ってる形の収録スタイルですね。テキストを映さずに講師がこう喋ってる映像がずっとね続いていく、そういったスタイルなんで、そういった場合は手元に教材がないと
講座ね、ちょっと理解することがね、不十分ということになってしまいます。一方、ゼックは、まさに今ね、ご覧になっているように、ね、プレゼンターを使って、こういった形で、画面にテキストを映しながら、これ収録していますので、例えば電車の中でスマホで画面だけでね、講義を見ても、手元に教材がなくても、講義内容を理解することができる、そういった通信講座のスタイルが、レックの通信講座ということになってきます。あと、全回数分が一斉に配信されるですね。そういった配信スケジュールになっています。これ、仕事の閑散期に一気に学習したい方におすすめなのが、このレックの、ね、配信スケジュールということになってきます。最近公認会計士の方が科目免除を生かして、こうね、鑑定士目指して、こう短期で受かる方結構増えてるんですけど、公認会計士の方っていうのは、こう決算期に合わせて仕事をしなければならないので、こう仕事の繁忙期と閑散期が差が激しいわけなんですね。で、こう閑散期の時期に一気に自分のペースで講座を消化したいって形で勉強する。で、リックの、ね、通信講座は、生クラスのかなり早い段階で、ね、全20回分とかをね、一気に配信するような、そういった配信スケジュールになってますので、これ、閑散期に一気に自分のペースで講座を消化することができるですね。そういったメリットもあるのも、レックのね、この通信講座ということになってきます。で、この通信講座のメリットは、通学クラスの方も享受することができまして、どういったことかというと、レックの通学クラスは、必ずウェブか DVD のこのフォローがついているんですね。レックの通学講座は必ずウェブか DVD のフォローがついています。なので、例えば、じゃあ論文構成説明しますと、例えば、論文コース。基礎ね、基礎知識をインプットしていく、この豪華基礎講座。で、これ経済学から、まず受講していただくんですけど、で例えば、この8月の11日の土曜日の2コマ分、何かやっぱりね、仕事だったり、ね、家族の都合だったりとかで、こう、休まざるを得ない時とかあったりすると思うんですよね。ただ、レックの通学講座は必ずウェブか DVD のフォローがついています。で、この生クラスのかなり早い段階から、そのフォロー部分はね、視聴することができますので、直ちに自宅で講座を視聴して、翌週から復帰することができる。直ちに追いつくことができるのが、レックのね、フォロー付きの通学講座。通学しやすいスタイルなのが、レックのフォロー付きの通学講座ということになってきます。で、担当論文いずれも、まずは、この基礎知識をインプットしていく、この合格基礎講座というものから、受講していただくスケジュールなんですけど、このスタートの豪華基礎講座については、これ、初回講座のみ、無料体験ができる形になっています。やっぱり、ね、実際講義を受けてみないと、どういった内容なのか、どういった形でね、講義が行われているのか、こう体感してみないと、体験してみないと、講座の申し込みちょっと判断ができないという方もいると思うんですね。ぜひ、これ予約とか不要ですので、このスケジュールを確認していただいて、初回講義ですね、予約不要で誰でもね、無料で体験することができますので、ぜひ、NEC の講座ね、体験していただいて、講座の検討ですね、考えてみてください。通信の方も、大体ね、各講座の1回分の講義はですね、こういった YouTube とかで無料でね、見れるように、上がってますので、ぜひね、そういったものを視聴していただいて、ぜひですね、講座、コースのね、受講を検討してみてください。レックとして提供しているコースは一応3つですよね。まずは担当免除制度をうまく使ってですね、まあ、段階踏んで1年目担当、2年目論文、つまり1年目は担当だけのね、合格目指す担当合格コース。やっぱ春から始めるならば、少しは論文を見据えた方がいいので、少しだけね、論文のインプット部分はね、超しっかりと行っていこうという形で、担当論文基礎コース。いや、もう、はるかならば、働きながらだったとしても、十分に一発合格の可能性があるので、もう最短でね、合格を目指そう。担当論文フルコースですね。一応、3つのコースがあります。で、今、鑑定業界って本当に人手不足で、変革期にあるんですよね。世代交代のね、そういった時期になってますので、ぜひ、いずれかのコースでチャレンジしていただいて、
短期でね、鑑定士になっていただいて、次のこう鑑定業界の担い手に今、使用されている方がですね、なっていただければありがたい限りということになってきます。はい、では以上をもちまして、私のガイダンス終了させていただきます。ありがとうございました。